こんにちは、アライカグベッド館の M 島です。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。本日もシーリーの新作商品のご紹介をします。こちらがシーリーのシーリー布団という新作ですね。ノンスプリングになります。シーリーの、布団シリーズですね。こちらの方が、一番最高級モデルがこのプレミアムというシリーズになります。厚みは10センチですね。で、3ゾーンのレイヤーの中に、ジェルのラテックスも配置されてですね、10センチの厚みがあることによって私も展示会場で試したんですが、十分な寝心地を、得ることができました。で、続いてシーリー布団のデラックスのシリーズですね。こちらは、2層構造になってますね。こちらの方もジェルラテックスも配備して、下の方には高弾性のウレタンを入れております。ただ厚みの方が6センチですので、私結構体格のいいもので、ちょっと底付き感があったかなというのが危惧されます。で、最後にシーリー布団のスタンダードのタイプですね。こちらも一般的な、ウレタンフォームを重ねたような形になってますので、厚みも6センチですのでね、これは特に寝心地的にはそんなに特筆するものはちょうどなかったと思われます。シーリーさんもね、初めてこういうノンスプリングの、布団タイプですね、折りたためるようなタイプっていうのを開発されてますけど、今後の開発を楽しみにしております。こちらがシーリーのドッグベッドですね。以前から販売はされてたんですが、お値段の方がこなれてだいぶお安くなりました。最終販売価格はまた、弊社の、ホームページの方にお問い合わせいただければ幸いでございます。これも展示会場に出てましたね。ちょっと前からシーリーさんの方では発売はしてたんですが、弊社の展示もなくですね、展示会場の方でちょっと体感はしてきました。シーリーのスポーツシリーズですね。スポーツをされる方中心に詰め物とかを、変えていってるシリーズですね。パワーマッスルというのは私向けのような感じで、ちょっと体格のいい方とか、あと筋肉質な方、大きな方とか体重のある方に向けて、体圧を分散してくれるけど、デコボコとした、作りになってはいるんですが、筋肉をほぐすような感じの詰め物になってます。またスピードマッスルというのは、ちょっと細身で筋肉質の方向けの、マットレスということになっております。私としてもこのパワーマッスルの方が、結構寝やすかったかなとは思います。で、こちらが CD の、パワーマッスルの方ですね。こちらは結構寝心地的には圧があって良かったです。展示会に行ってきていろいろと試して、また大阪の店舗の方でね、シーリーさんも、展示拡大してますので、よろしければまた、ご来店いただければ幸いです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。